今年の夏もやってくるドラマストラック、日本中で10万人が熱狂した体感型アトラクションが6年連続来日決定。劇場に足を踏み入れると目を奪うのは客席中を埋め尽くすアフリカンドラム。ドラムストラックは観客一人一人に用意されたこのドラムをステージ上のパフォーマーと一緒になって叩く超インタラクティブなエンターテイメント。小さい子から大人の方まで一体になって盛り上がってて、自分たちも参加してすごく汗をかきました。全員で同時にリズム、同じリズム叩くところが、南アフリカで生まれショービジネスのメッカオフブロードウェイに進出、18ヶ月にわたるロングランを達成しニューヨーカーをも熱狂させたドラムストラック。今年も新パフォーマンスが登場、進化し続けるドラムストラック。東京公演は5年連続ソールドアウト。全国で10万人以上が体感した興奮と感動の祝祭空間があなたを待っている。絶対もう友達また呼んでこようと思います。いいですね、家族で楽しめて、もう夏の恒例行事みたいになってます。子供も大人も客席全員ジェンベを叩いて叩いて叩きまくれ。これが噂の燃焼系リズムデトックス。今年の夏はドラムストラック。